パンドゥは、インドのジョージ氏、マハーバーラタの登場人物。ビッチトラウィーリアのカフワンバーリカーと、聖戦、ビアーサの子。イボ兄弟に、ドリタラシュトラと、ビドラがいる。クンティーとの間に、ユディシュティラ、ビーマ、アルジュナオ、マードリーとの間に、ナクラ、サハデーバを設けた。パンドゥは、青白いの意味である。2位、ドリタラシュトラが盲目であったため。 パーンドゥが代わりに王位を継いだが、後に世俗を捨て森に隠遁したために、ドリタラシュトラが王となった。クルの王家が王位継承者不在の危機に瀕した時、シャンタヌ王の日、サティアバティはかつて、パラーシャラセントの間に生んだビアーサを呼んで、彼女の亡き王子ビチトラビーリーヤの二人のカフアンビカーとアンバーリカーとの間にこう設けてくれるように頼んだ。苦行に明け暮れていた。 彼は見るに耐えない姿だったので、アンビカーは彼が近づくと思わず、目を閉じてしまった。その結果、盲目のドリカラシュトラが生まれた。アンバーリカーはビアーサを見てマッサになったので、双白のパーンドゥが生まれた。パーンドゥは盲目の兄に代わって王となり、クンティーとマードリーを引とした。しかしパーンドゥは、狩りの最中に交互する鹿に出会い、これを射殺したことがあった。 この鹿は、ジ者の金玉が化けた姿であり、彼は、死の間際、パーンドゥに、女性と交わろうとすると死ぬという呪いをかけた。パーンドゥはジ者を殺してしまったことを後悔し、出家して、苦行して暮らすことを決意し、二人の日もそれに従った。パーンドゥは天界に渡ろうと考えて、シャタシュリンガさんを訪れ、この地で、多くの聖戦と共に苦行を積んだ。 しかし子供のないものは展開に渡たれないため、過去の呪いがパーンドゥを悩ませた。パーンドゥは、クンティーに自分の母のように聖戦との間に子を設けてほしいと頼んだ。幸い、クンティーは神々を呼び出して子を授かるという特権を得ていたので、パーンドゥは彼女に頼んで、神々の子を産んでもらった。クンティーは、正義と法の神だるま、風神バーユ、雷神インドラを呼び出し、 ユディシュティラ、ビーマ、アルジュナを産んだ。パーンドゥはさらに子を望んだがクンティに拒否された。しかしパーンドゥは、マードリーから、自分も子供が欲しいと相談されたので、パーンドゥは、マードリーのためにも神々を呼んで欲しいと頼んだ。クンティは一度に限定したので、マードリーは、天界のソーセージであるアッシュビン・ソーシンを呼んでもらい、ソーシンとの間に、ナクラ、サハデーバを産んだ。 パーンデュは5人の子供を得て幸福に暮らした。しかしある日、パーンデュはマードリーと散歩するうちに薄着姿のマードリーに浴場して抱きしめてしまい、呪いによって死んだ。マードリーはサティの監修によってパーンデュと共に行った。長男のユディシティラは幼かったため、王位はドリタラシュトラに移り、彼は老教に至って王権を弟の子に返した。ありがとうございます。